はーい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。新軍対戦第9試合アフレコ実況、というわけでですね、ちょっとだいぶ滞っている新軍対戦の動画なんですけども、この動画内で言うのも全くもっておかしな話なんですけども、先日開催した、EX、カード必須対戦ご参加いただき誠にありがとうございました。参加してくださってない方もいるかもしれませんが、また、一応毎月やっていきますんでね、よかったら、第3宣伝動画みたいになってますけど、第3木曜日の、大体19時から、21時15分あたりで大体やってますんで、たまにちょっとずれ込むこともあるかもしれませんが、基本的にそこ固定でちょっともうやっていこうかなというか、ある程度ね、固定にした方が毎月、この時期、それサルウィンとかやつがなんかやってたなみたいにちょっと思い出していただけたらありがたいことですね。いやでも結構ね面白かったんですけど、でそこの感想戦とかやっていくと長引いちゃうんで、ちょっとここはね切り替えていきたいんですけど、とりあえず新軍対戦が今回第9試合なんですよ。全部で全11試合だったんで、とりあえず、あと3本ほどプラス、あとは3本と、まとめ動画ですね。あの実況なしの方のまとめ動画を作るんで、はい、それで一応新軍対戦は締めとさせていただきたいと思っております。結構でも新軍のカードは私今回本当初めて、ほぼ初めてですね、触ったんですけど、結構面白いカードはあって、なかなか楽しめた感じはありますよって、なんか総括みたいになってるけどね。まだ早いね、総括だね。はい、というわけで今回のお相手の方なんですけども、今回ね初めて、ご参加いただいた方ですかね、おそらく。ちょっとご参加いただけても私とマッチングしてない パターンも結構あってたかもしれないんで、初めてじゃないかもしれませんけども、ご参加いただき感謝でございますと。で私の今回の主役は、あれこれ今回誰だろう、主役土曜かな、当該か土曜ですね。一応ねこの日は当該土曜、やり分を、そうですね、一応あともう一枚買わなかったというか、最後に頭終わった後に出て廃止されたんですよね、確かに。弓賃貸ですね。この4枚欲しくて、使ってみたくて、ツイッターで探して投与したんですけど、やっぱちょっと事前準備ができなくて、当日廃止する形になっちゃって、ただこれなんかシステム変わったみたいなんですよね。なんか昨日やった、なんかちょっと余談がすげえ長くて、ちょっと久しぶりに撮ってるもんで、ちょっといろいろ喋っちゃうんですけど、今だけ長すぎなんですけど、なんか EX カード対戦の時は EX カードなんか3枚まとめてバーンって一気に出てきたんですよね。前はなんかワンセット終わった時にその予約してたやつが1枚バーンって出てきたんですけど、なんかシステム変わったのか、もしくは何とも言えないんですけどね。予約システム自体あんま詳しく分かってないっていうね。もしなんかありましたらご教授いただけると嬉しいですけども、はい。というわけでね、一応その中でなんか結構すった印刷したカードたちはちょっと思い入れが、特にあのツイッターでやったやつは200円で買ってるようなところもあるんで、1枚で結構ね、なかなかおっていうところがあるんで、優先的に使っていきたいということでね。でそんな話を言って、私のお相手の方の方のデッキはてか似てる大きとしばしの違いだけ、というわけで、でも私、叩いたかな、ちょっとね、父親のゴール叩いたかちょっと分かんないですけど、すげえ気づいたらめっちゃ見たみたいな感じでしたけど、どうだったのか見ていきましょう。正直ちょっともう私も1ヶ月ほど経ってるんで、記憶があれなんで、新鮮な気持ちで見ていきたいと思います。勝利を得たければ、まず己に打ち勝つことだ。あれ大津さん主役なんだ、今回。なんか一応私これ決めてるんですよ。あれそうなのかな、大津さんの出番まだなかったんだっけ。その時はあれか、当該とか優先したからかな。大津さん主役会作ってない。じゃあ今回は秩序、あれか、多分誤爆があっていろいろあって、これいい切り替えましたね。開幕これ結構悪くないんじゃないですか。これはおせおせで、とりあえず施設を破壊したり、ね、いろいろ壊すもん壊して内乱も取れそうですよね、これだったらね。でも無理はしない感じみたいですね。なんなら、ここはじわじわやって、敷居を溜まって、もう最速で、あれ芝居これはなんか多分カード操作を誤ってるんじゃ。私が馬さん扱えるかって言ったら、扱えないですよ。じゃあなんか右側から土俵が来てますよ。大丈夫ですか。その相手の方のやつは速度付きですね。でもこれ内乱が止まらないですよね。土俵だからね。でもこれ逆に土俵捕まえられそうなんで足並み崩れそうですけどね。でもワン工場入るか、いや入らないですね。いやこれ当該、でもこれ逃がしちゃうか。無理することないかな。
まあ、ゆっくり行きましょう。だからちょっと芝居が死んだのがちょっとこっちとしてもだからちょっと痛いですね。芝居がいればもうちょっと最速地上への号令が結構かけられそうなもんだったんですよね。もったいない。これやりますね。やります。はい。ただこれ相手の方も芝居叩けるけど、あの芝居じゃない芝橋って私は理解できてない。一体で倒してみて。まあここであえて倒すか。まあ一応まあ再起打たせるならそれはそれっていう発想で多分全滅させるのかな。当該も捕まえるけど、これちょっとなんかもったいない。当該倒せたのに逆に当該やれなかったのにまずいんじゃないかな。これカウンターがありますよね。当該のやつでみんなもぐもぐされちゃいそうな、ってかされたような記憶もあるんですけど大丈夫ですかね。頭入りましたね。縄文をしっかり入れていきまして、ドーン、大きいですね。ここはガンガン、いやーでもあそこったあれはっていうか、前中としてもこれ再起じゃなければかなりいいダメージが取れたと思うんですよね。あそこの芝居のとこですよね。ですよね。恒例が来ますよね。これちょっと槍出したいけど、ちょっと縄文に大津さんぶち込んでるんで、これ槍出すのなかなかヘビーですね。あ、もうなんなら、あ、もう、うん、まあ、逆に、うん、当該に撤退させられないというのは、これ帰らないのかな、大丈夫かな、これダメですね。これなんならこっちも当該撃って応戦するとか、なんかやり終わったかもしれないですね。あ、これは良くないやつですね。これなんかしばしにやられようかなみたいな、当該にはやられたくないですみたいな、でもなんかどっちなんだい。あー、当該にやられちゃう、あー、覚醒ゲージの差がやばい。やばい。そういうとこだよね。あ、今はちょっとうまくやれたのにもったいな。で、これまあちょうどいい感じに帰ってくるんで、はい、まあちょっと塗り返せば内乱も止まるんで、まあ悪くはないですかね。はい、いい迎撃入ったね。ちょっとちゃんと攻めて白兵はやってますね。いや早い。これは内乱止めたい気持ちが流行ったのかな。いや、やらなくていいと思いますけどね、これ。てか、もったいないですね。ちょっともう少しゆっくり打って。土用を捕まえたかったのかな。あの、多分なんか、多分その迎撃で気を良くしたんでしょうね。お。で、この私があまり使わない芝居ですね。火星の目で。これでマックスになったと。これはちょっとね、シティを無駄にした感が。まあ、一応、当該向上術持ってますけども、とはいえですね。入るのか入った。まあ、当該、まあ、その向上術の良さは出ますね。まあ、無駄ではなかったか。地上への号令を打つことも今できますが、まあ、こっちまだレベル2ですからね。てか、この時そもそも覚醒する気があるのか、主役を大津さんにしてたから、どうなんですかね。いや、これ誤爆これ、思い出した。すいません、誤爆しました。申し訳ない。私のこの悪い癖、これね、そう、これが、こういうのがあったんで、ちょっと EX カード対戦の時、先日やった時は、ロックやめました、逆にロックやめました。新域の知力、知力が上がり、対象の知力が一定以上の前、さらに武力が上がる。ああ、まあ多分似てる、大木さんと似てる。まあ、7とかいう、速度上昇の条件とかはないかもしれないけど、そうなんで、もう、ただ主役がいたら、その主役を使おうって言ってロックするんですよ。で、私、今回は、そう、私一人、毎回決めるんですね、そのデッキの主役っていうのを。だから、最初に、絶対正気も頭に絶対つけるって決めてて、ちょっとそういう縛りをやらせてもらってて、連冠ですね。まずいですね。あの誤爆は笑えない誤爆でした。だから大津さんずっとロックなんですよ、これ。この当時は。なんですけど、あの時は土曜叩こうとしたんですよね。土曜叩こうとしたんですけど、大津さんロックしっぱなしで、これはね、やってます。申し訳ございません。っていうか、結構やっちゃうんですよね。まあちょっとそういう特殊な縛りとかやってるせいもあるんですけど、俺ね、ダメなんですよね。私のあれで、でけえ、当該でけえ。結構上がりますね。突撃した方が死ぬ。まあ一応ここで落ちて、さえて打ってっていうプランが、まあまだ逆転要素はありますけども、
ちょっとでも必要以上にもらっちゃいましたね。てか士気を無駄にした挙句にもらうっていう最悪のパターンですよね、なかなか。いやー、てかあと誤爆はね、ちょっとせっかくこうね対戦をね、楽しんでる方にもちょっと申し訳ないって思っちゃうというか、なんかねそういう気持ちも出ちゃうんで。どこへ止まるか、止まるか、止まらない。いやでもでかいんだよな。追いかけるにしてもちょっと今回捕まえられるか。これ大きく叩けば、これどうする気だろう。土曜したいとか思ってるかな。てか結構悩んでますね。これ迷いがありますね。迷いが残りカウント少ないのに、あ、かけましたね。からのちょっともう何しようかなって迷いがあって、てか多分動揺してます。完全に動揺してます。もうねその誤爆したせいで、うわー申し訳ない、ごめんなさいみたいな感じになってて、これはでも押せ押せで行くしかないシーンですよね。でシティオンあるから火星叩けるよ。火星叩かないか。あー、動揺が突撃できてない。あー、これはダメなやつですね。カウントが足りませんね。遅い。もうちょっと早く叩けたんじゃない。そうですね、もっと早く叩けた。しかも同様の突撃が対処できてないっていう。これは間に合わないですね。無理ですね。残念。いやーすごいですね。本当申し訳ないというね、その前に対戦ありがとうございました。ご参加もいただき感謝でございます。いやー、しかし申し訳ない。いきましょう。反省ね、リアル反省会が起きてますけどね。もうね、実況とは名ばかりの、反省会動画となってますけども、反省会コーナーいらないんじゃないかっていうぐらいもすでに反省してましたけど、とりあえずそうか、確かにあれでしたっけね。そうか、私サムネに大きにしてなかった気がする。してなかった気がしますね。なんで、まあ多分いろいろ芝居だったりって、結構なんか割と進軍のカードたちって知力高めのカード、特にニコスで結構いて、まあ当該は 2.5 かな。なんか土曜だったりとか、芝居だったりとか結構ねいるんですよね。まあ紹介とかもそうかな。まああっちの紹介か、半径の方のね。なんで一応知力7以上で組めるメンツがいるから、なんかあれやこれやって言いながら、大津さんなんだかんだで主役にしてなかったなとか、あと確か誤爆があったからとかでしたっけね。なのにまた今回誤爆するっていう、なんかちょっと今回っていうか、これは前回ね、で今回っていうのは EX カード必須対戦のことなんですけど、その反省を踏まえた上で、私は計略ロック、主役をずっと計略ロックするっていうシステムをやめました。システムってなんて話なんですけど、そういうちょっとプレイスタイルを変えて、だからそういう意味では、計略の誤爆は確か昨日ですね、もうね、なかったような、あれや、でもなんか誤爆したな、多分、しました。ロックしなかったために起きた誤爆もありましたね一長一短一長一短だな。ロックするとロック誤爆が起き、ロックしないとやっぱりロックした方が本当は誤爆起きづらいと思うんですよ。ちゃんとロックした上で切り替えるんですよ。なんですけど、切り替えがこう気持ちのシフトができないっていうね。初心者かみたいなね。もう10年以上このゲーム、まあ間確かにね、ちょこちょこ間プレイできてない期間とかね、戦国大戦とかもそこまで触れてなかった時期もありましたけど、それでももうね、ある意味10年以上このゲームとは付き合ってきてるんですよ。まあシステムは毎回違いますけどいやでもそれでもですよ。実際その誤爆があったからロックつけろやっつってロックついた話ですからね。そういう歴史もあるので本当、計略の誤爆だけはね、最悪、私はまだ、うわって、ちょっと私もまあガクってすげえショック受けて動揺するんですけど、相手の方がね、泣いてしまったりとかするのは、ちょっと申し訳ねえってなるんでね、そこだけは気をつけていきたい、本当に。もうそこにつきますかね。開幕いい感じだったのに、なんか芝居が、なんで芝居死んじゃったんだろう。これ多分、なんか、やっぱ今、馬さんが扱えないんでしょうね。もうなんか、ま、なんかもう間違って、多分、あれってなってますもんね、これ。ここの芝居の撤退もったいないな。あそこでじわじわやって内乱キープしつつ、四季後まで行って、四季後最速、大きいだったら多分結構良かったと思うんですけどね、ここ。これもったいな。で、ここで散らされてしまい、相手の刀のムーブが上手いですよね。まあ、大きいの。特に大きいはここにいるから、てか大きいをここに出しちゃったから、なんか、うわ、かけずれ、みたいになっちゃったんですよね。ここの当該のグッテがうまいっすよね。うわ、完全に釣られたっつって。で、ここに出しちゃうと、大きい歩かせないと、地上へのこれ、叩けないですね。で、叩くね、ここですね、あとここ。ここだから迷ったんですよね。これで、C、
じゃない、当該一回もう合流して、馬さん扱える気せんので、だから芝居がこのまま、一回離してバントするだけでよかったと思うんですよ。そしたら多分倒せたのに、これ当該逃がしちゃったっていう、ですよね。ここで当該逃がしちゃったことがめちゃめちゃ響きましたね、後に。しかも同様のマウント対処できてないっていう。で、ここですよね。ここも対応できなかないことは、できないこともなかったかもしれませんけどね。まあ、この時は覚醒ゲージ、まあ、大津さん主役なんでね、まあ、最低でも私の中の縛りは、まあ、一回叩けば、まあ、一応 OK って決めてはいるんですよ。なんですけど、まあ、それでもやっぱり主役なんで、もう少し。まあ、ただ、土曜と、当該も、今回ね、そのために、この大会というか、大会じゃないな 別に大会ではないんですけど、このイベントのために吸った奴らなので、奴らって言っちゃうとまずいですけど、まあ、面々なんで、まあ、ちょっと使いてえなって気持ちもあって、ただまあ、逆にちょっとでも覚醒ゲージ溜まんないと打ちづらいから、まあ、当該打って土曜打つみたいなプラン、その辺多分ね、迷いもあったと思います。迷いというか悩みというか、まあ迷いかな なんで結構どうで叩こうかなっていうプランがちょっとがばくて、まあ、あとやっぱりもともと進軍のカードあんま使ったこともなくて、これもちょっといらないと いらないと思う。早いんだよな。もうちょっと後でいいと思うけど、追いつけるわけないじゃないですか。追いつけると思ったのかな。まあ、ちょっとこの辺はね、練度が足りねえなってめっちゃ思いますけど、まあ、この塔が一応ね、向上術を持ってることが功を奏して一発は入るんですけど、だけどね、みたいな。で、ここですよね、このなんかチリジリに帰って、大津だけ逃げ遅れて、大津さん主役なのに、フルボッコだよっていう。で、ここで、でもこの兵力でどういう叩くかって話なんですけどね。で、ワントツ、もうこれですよね、目も当てられない。目も当てられない。これはひどいですね、これ最悪のことです。結構このしばしあんまり見ないんですけど、結構強いですね。この連環いい感じでしたね。で、まあ、ボッコボコタイムとなって、で、この最後の攻めも迷いがあるんですよね。特に覚醒ゲージ溜まってるから、土曜叩いてな、土曜叩いてみたいな、どうしようかな。でも、まくるためには、ちょっと全体火力欲しいな、じゃあ、やっぱあれか、父親の号令か、みたいな、迷いを感じますね。というわけで、まあ、こんな感じでした。てか、本当でもね、誤爆だけはね、もういい加減、初心者でもないでしょう、さすがに。まあ、ちょっと階級的には初心者みたいな感じに見えますけどね。これは、あんまり、全国やれてないだけです。最近、ちょっとゲームセンターに足を運べてないもんで。まあ、ある意味逆に、でもあんまでも印象悪いっすかね、なんか。別にそのサブカとかみたいに見えたら、でもこの勝率したサブカとかって認定されないと思いますけど、まあプレイ回数でもちょっと少ないですかね。実際、4以降のプレイ回数、言うほど高くないか。結構当時はね、まあ結構ね、まあ私でも群雄殿とかやる派で、昔群雄殿コンプとかよくやってたんですよ。よくって言ってもあれですけど、逆に4以降はあんまり触れてないんですよね、リユーロードが。まあ一応ね、余力があれば、いろいろやっていきたいんですけどね。まあその辺はちょっといろんなやつと兼ね合いながらやっていきたいと思いますので。まあじゃあまずはね、この進軍大戦の動画出しまして、その後 EX カード大戦の動画、あと全国大戦の動画が、すっげえ前の全国大戦の動画も、まだストックが実はあるんで、それ全部消化したら全国やろうかなみたいな気持ちで考えたりとかしてて、まあまた、おいおいやっていくんで、よろしくお願いします。あと、来年1月なんですけど、1月もまあ一応、またね、また木曜日ですかね、おそらく、やっていきたいと思うんで、まあ、あと、一応、まだね、内容決まってないんで、なんかもしあればリクエストとかいただけたら、反映もしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではでは。